はい、皆さんこんばんは。今ね、ちょっとね、電気消しちゃってるんですけど、3月2日火曜日のね、夜のね、0時50分になりましたよ。今日ですね、なんかね、昨日の夕方からね、私ソフトバンク使ってるんですけど、回線が非常に遅くって、今日もね、日付変わる前からずっとね、パソコンとかスマホとかでね、証券口座開こうと思って頑張ったんですけどもね、全然ね、表示されなくてね、本当は困りましたね。ちょっとこれツイッターで調べたんですけど、別に会社自体のね、通信障害とかじゃないみたいで、地域性のものだと思うんですけどもね、ほんと困りました。でね、ようやくね、数分前からね、動くようになったんですよ。でね、まあもう残念ながらね、昨日のその、夕方から夜ぐらいから、遅かったんで、まあ私もちょっと余裕こいてたんですけど、今日ね、なんとね、アメリカ株がめちゃくちゃ好調なんですね。で、まあ、バーっと見てもらうとわかるんですけどね、ほとんどもう緑ですよね。ほら。まあ、ほぼオールグリーンと言っても過言ではないぐらいですね。まあ、モデルナとか、NVIDIA ぐらいですね。うん。多分上がってたんでしょうね、直近で。あとは、ここはなんだろう。スターバルクキャリアーズって何の会社ですかね。わかんないけど。って言ってもね、もう 0.1 ドルなんで誤差の範囲ですよね。だからほぼオールグリーンですね、今日は。はい。非常に縁起がいい日ですね。で、まあ、やっと動いたんですけども、ついさっきね、もうメールの方に、私のね、保有しているプラグパワー、半分ね、売却されていました。なんで半分かっていうと、53ドルでね、円価決済で差し値を出していたのと、53.25 ドルでね、外貨決済で、半分ね、注文を出してたんですけども、今日ね、高値、一番高いのがね、今の、まあ、時点でですけども、53.10 なんですよ。なので、外貨決済のね、53.25 にはわずかに届かないところでね、今日は高値つけてますんで、まあ、下値は 50.65 で、今、ちょうど 51.12 ですね。この辺で、まあ、落ち着いてるっていう感じなんですけども、まあ、今日のね、高値、53ドルのね、ところで、まあ、円価決済なのでね、まあ、少し、なんて言うんですか、含み益のパーセンテージとしては高いと思いますけども、決済されました。で、まあ、円価決済なんで、まあ、当然ながらね、日本円で振り込まれるんで、まあ、3営業日、今使ってるね、証券口座だと、確か翌日反映だったんで、まあ、明日の日中か、明後日の日中には日本円で多分ね、口座に振り込まれると思うんですけども、まあ、当然ながらドルのね、まあ、アメリカ株の買い付けにはそのまま使えないんで、まあ、日本円としてちょっとね、キャッシュを持っておこうと思います。キャッシュ持とうと思った矢先にね、こういう風に上がるとね、つい買いたくなってしまうんですけども、ぐっとね、こらえて、ちょっとね、銘柄の選定をね、する時間を設けたいと思います。幸いね、今日まだ火曜日なんで、まあ、水、木、金とね、まあ、毎日相場が動くとね、気になってはしまうんですけども、まあ、先週私も日本株で散々な目に遭ってましたし、まあ、2月中はね、ご存知の通り2月はアメリカ株が非常にね、ボラリティ高くって、まあ、保有株のね、含み益が半分ぐらいに減ったりとか、もしくは私よりも多分後に入った人なんかは含み損だったんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、結構なね、金額、アメリカ株だとやっぱりかけると思うので、まあ、それなりのね、含み損、まあ、数十万円単位で出れた方がね、多いんじゃないかなと。もしくはね、もっと、数千万でね、投資してる方もいたと思うんで、一銘柄につきね、一晩で数百万、多分、資金がね、変動したりする場合もね、あったと思うんですよ。あれ、なんかすごい辛い局面でしたよね。もう本当私も、精神状態ね、おかしくなる直前までね、行ったんですけども、まあ、所詮ね、やっぱりまあ、お金って言っても目の前に積んであるわけじゃなくてね、画面上の数字なんで、まあ私もなんとか耐えることはね、できましたけども、まあこうやって見るとね、今日は、好調なんで、まあ2月のその調整局面を乗り切ったかなっていう感じはね、受けますよね。まあ日本平均もね、この間大幅な調整受けましたし、まあアメリカもまあ調整ね、まあまあ入ったんじゃないかなと思います。で、私ね、すごい恥ずかしながらね、コモディティとか、為替ですね、よくわからないんですよ。なので、まあ株のことしかね、正直わからなくて、で、テクニカル的にチャートとかで、まあ今、
冷えてるからね、そろそろそこだなとかって思って、で、会社の、まあ、業務内容とかね、評判とか聞いて、で、決算がいいかどうかとか、いつ頃決算なのかとか、まあ、その程度ぐらいしかね、調べないで、とにかく、まあ、エントリーしたりした、しちゃったりするんですけども、まあ、今回はね、まあ、最低でも2ヶ月ぐらい持つということになると思うんで、まず上昇率がね、高い銘柄の方に、まあ、資金をね、かけたいなというふうにね、思ってます。で、今ね、正直イーハン持ってるんですよ、私。で、今日ね、イーハンの動きなんですけど、ここなんですけど、上から2番目。EH ですね、これ。今 51.90 で、今日はですね、プラス5ドル。で、パーセントで言うと 12%、上がってます。で、今 51.90 ですけど、今日のね、最高値が 53.79 ということで、まあ、54のとこにね、壁がありそうだっていうね、ことがわかります。で、ちょっとイーハンのね、チャートをね、見てみようと思います。ですね、今 51.40 ですね。なんでここにいますけども、まあ、この上がね、2月の17日あたりなんで、まあ、約半月前ですね。117とか、まあ、120ドル弱ですね。その辺に、まあ、こんなね、火柱が立ったわけなんですよね。まあ、火柱って言っても逆火柱なんですけどもね、ここはもうおはぎゃーですよね、きっとね。というわけで、私ね、ちなみにイーハン持ってるんですけど、イーハンホールディングスの買い値が、私は 45.22 で買ってますんで、イーハンの45ドルだと、もうちょっと短期で見ましょうかね。45ドルなんで、これだと分かりづらいかな。このラインですね。この辺で買ってますね。まあ、ちょうど、こことか、ここですね。まあなので、最近で言うと、まあそこというか、下げ止まってるところのラインのところで拾ってますね。で、今51なので、まあ、約6ドルとちょっと、っていうことで、まあ、かけてるね、株数が少ないんですよ。やっぱり博打株なんでね、イーハンって。なので、まあ、50しか、かけてません。で、それで今ね、まあ、日本円にして約3万6000円、プラス 15% っていう感じですね。ただ、外国株式の場合ですと、まあ、売却した際にですね、売却した、総額の代金の 4% ぐらいが手数料として取られ、 4% すいません、間違えましたね、 0.495% 手数料として取られます。で、プラス売却益のね、税金が2割取られますんで、20% 足す 0.5% ぐらいで、まあ、私の証券会社だと最大でも22米ドルなんで2200円程度になりますけども、まあ3万6000円利益が出てたとしても、そこから、税金として、まあ8000円ぐらい引かれますので2万8000円ですよね。で、そこから、ちょっと 0.5% よくわからないんですけども、まあ引くと、まあ2万5000円とかにはしかならないので、とりあえずね、まあイーハンはね、まだ、上を目指して、今ちょっとまだ調子悪いですけども、そのうちね、まあ、また上げてくれるんじゃないかなというふうに期待してますので、なんだかんだ言ってる間にね、ちょっと今51ドル切ってしまいましたけど、ほんとボラが激しいですね。値動きの幅が広いですね。で、そんなこんななんで、今もう 51.67 ですね。忙しいな。今ね、まあ話戻るとこう、横、なんですけども、まあ、いずれね、また盛り上がる時が来ると思うので、まあ、差し値設定してあるのでね、その差し値に来るまでは、資金をね、寝かせておこうと思います。で、まあ、そんな大した金額じゃないんですけども、プラグパワーも外貨決済まだできてないから、資金がね、そんな戻ってきてないんですけども、まあ、ちょっとしたね、資金を、まあ、どこかの銘柄に入れるか、ETF に入れようかなと思ってますね。で、まあ、一応、候補としてはですね、VTV か TNX か TRN だったかな、とかいうのをね、考えてるんですけど、ちょっとね、まあ、これから見ます。まあ、なんといってもさっきまでね、
もう全然ページが開かないぐらいだったんでね、今からね、もう仕事ですよ。はい。ちょうど今ね、ポーンってなったと思うんですけどね、夜中の1時になりましたんで、まあ私のね、勉強タイム、これからね、始めたいと思います。はい。まあとりあえずね、まあ、通信が動かなかった間に、円価決済でね、差し値出してた53ドルのプラグパワーがね、売却されました。もうね、売った後にね、56ドルとかになってたらどうしようかと思ったんですけど、まあ今日の最高値、今の時点だと 53.1 なんで、まあ今日の段階では、まあ、いいとこで売れたかなと思っております。まあでも、プラグパワーがね、上がってって、どんどん会社が大きくなってくれるのは嬉しいことですんで、まあ、しばらくね、したら、またね、上がってってほしいなと思います。